ゼロ距離？盾をはげ一発で終わりか？何があった？昨日しずちゃんとホテルに入っ、やったよ。それがどうしたの？ゴミすぎやりすぎくどすぎ、あったまてんがてんが、帰れ。なんじゃわしか、横浜流星かと思ったわ。死ね。ペロはね、私がまだ赤ちゃんだった頃うちへ来たの。私のためなら命がけで戦ってくれた。そのペロを、そのペロをペロッと食べちゃった。ヘイサイコパス。5名様あちらの席へ、3名様こちらの席へ、1名様のお前はこれでも食え。ぼっちに厳しい。いちごよ。いちごだわ。いちごだね。ざわざわ。え、いちご？話しなさい。これは決めの答案じゃないんだよ。執念えぐ。お腹が空いただろ、僕の顔を食べ。チンコやん。金玉だけだと歩きにくいから足返してよ。タヌキみたいになっとるやん。先週は炙るタイプだったけど、今日は紙に巻いて吸うタイプだよ。ワクワクさん、今日もワクワクできそうだね。あへー。みんな知ってると思うが、昨日のびが引き逃げされました。幸い足が骨折しただけなので、今は廊下に立ってます。鬼か。のび太くんおめでとう。もう君にはかなわないな。ありがとう。でも僕が欲しいのは点数じゃない、知識なんだ。まだまだ頑張れなくっちゃ。えぐこの女。ひゃー、劇場の周りを行列が取り巻いている。ダメだよこりゃ。大丈夫だってば。のび太だけは席を2つ。はい。だろうな、ガキが調子乗んな。う、重い重い。やろやろ、ずしん。わかったわかった、会社休んでいいからしょうもない演技しないで。見たない、こんな親。一眼レフだぞ。子供でこんな高級機を持ってるの僕ぐらいのものじゃないかしら。すげえな。本当にすごいわ。いつもドラえもんの道具を見ているのに、そんなものを自慢できるメンタル。見てこいカメラ。で、なんだってんすねよ。あのね、足のマラだよ。あら、病気かしら。重症や。とどめの膝蹴り行くわね。やっぱ。お風呂にする？ご飯にする？それとも、うっかい？帰れ、イソジン。リルル？あ、あの子リルルって言うのね。言いづらいから豚って呼ぶわ。女王様？今日も段取り通りでお願いします。めたい。一問目。何が君の幸せ？重いわ。君はカレーを作り上げて結構手間暇かかる。でもそれだけで愛情が湧くんじゃ。食パンなんぞ切れば終わりだからな。後ろ、これで。ダブルクリックを2回押せばいいの？そうだよ。普段からそうしろよ。確かに。絶対言わなそうなこと。こんにちは。あ、どうも。カワオくんなら耳まで残さず食べるはず。これは犯人の工作です。そしてかすかに残るスパイスの香り。ほな、あいつやないかい。すごく楽しい。どこが？すべての黒幕が食パンマンと仮定したら、すべてのつじつまが合うようになった。ほな、あいつやないかい。で、やっぱり痛かったんですか？その、初めての時って。もうすっごかったわ。名前はトンボなのに、あそこはチャンポよ。俺の方がで、この84円のおにぎりを君が舐めるだけで1200円になるんだ。さあ、さあ。ええ商売やな。おっと、ここでドラーカード。臓器を一つ提供しなければなりません。えぐ。両津のバカはどこだ？おう、違和感なし。静まれ！お前や。サメが見た最後の光景。ブルルルル。パンパンとアンアン。カメラ止めて。パパ、帰ろう。パパ何してんねん。僕は弱い人間です。もっと強くなりたいです。たまにいじめられた。弱。しずかちゃんの言った。早く道具出せよ、お団子。という寝言が気になって眠れない。大丈夫、本音や。ウリコーくんがいるです。何してんねん。そうか、おめえ、まだ空の飛び方も知らねえのか。薬やってる人の末路。決まってんな。さすが母さん。本物にしか見えん。アウト。みんな私で卒業したのよ。何をかな。次の方どうぞ。それでは面接を始めます。ではまずそこにある顔を彼にめがけて投げてみてください。え、バタコ首。針金を曲げて好きな形の芯を作る。マシンを動かす。カタンブルーン。クマの元を入れる。興味ないから僕たち外で遊んでくるね。それで芯をくるむ。メンタルバケモンか。いけサトシ、君に決めた。種マシンガン。口へ入れるの？のび太さんとドラちゃんを。なんかバッチリ感じ。嫌ならいいんだよ。ケツから出るこっちの身にも慣れてんだ。あ、そっちから帰るんや。チュッチュッ。のびちゃん、そろそろ病院行くわよ。絶対精神科。もう諦めなさい。ペロは天国へ行っちゃったのよ。嘘、また生き返るのよ。のび太さんが言ったのよ。ドラえもんに頼めばなんとかしてくれるって。ダンル？ゴミやん。家の中で鏡割るし、のびちゃん即死だし。脳天一まってるな。さあ始めようか、自慢やん。ごっつ薬中言ってんな。使い方を知らないのか、モンスターボールを投げずに手に持ってすごい殴りつけてくる。こわ。オリーブオイルたっぷりご機嫌パスタ。ここでお好みの量をかけます。あ、さらに。いつもわしの服を着るなと言っとるだろうが。おめえのかい。どうぞ。ありがとう。ウェットタイプにもできます。あ、やめときます。今度こそバイキンマンに一本勝ちしますわ。なんか強そう。コイキング魚ポケモ
もん。力もスピードもほとんどダメ。世界で一番弱くて。なんか俺みたいだ。ほんと俺みたいや。東京でオリンピックが開かれたことがあるの？2020年のは2回目になるんだ。じゃあ2021年のは3回目。あ、そうだよ。 SL 煙突かぶれば誰でも SL みたいに力強くたくましくなれるんだよ。さあかぶってみな。なんだか体中に力が湧いてきたような。マジかよ。プラシーボ効果？好き好き大好き。あの子がいるから僕は生きていけるんだよ。ダイコに送信。おお、未来が変わった。もう自分の才能に絶望するしかない。生きていけないわ。3発も銃弾を撃ち込んだのに死なない。バケモンやん。自動目覚まし時計停止装置。ただのゴミやん。のび太くん、朝うるさかったから止めておいたよ。あれで？人だよ人。答えは全部人。投げ出すな。僕アンパンマン、この時にはすでに意識があるよ。それじゃ今から焼くよ。日本ですよ、ドドリアさん。ハブリーザさん。はい、ヒフヘホー。思い知ったか、アンパンマン。アンパンマン、アンパンマン誰か。結局いいやつやん。僕の夢はワカメちゃんのペットになることです。頑張れよ。そこの鍾乳石の先っぽ。なんてことをするんだ。鍾乳石を取ったり傷つけたりすることは禁止のはずよ。地下水のわずかな滴りが何百年何千年もかけて作ったんだよ。先っぽだけ、先っぽだけだってば。スネ夫が悪い。なるべくならこんなことは言いたくない。僕はこんなこと言うのは大嫌いなのだ。嫌いなら言わなきゃいい。だが言わずにはいられない。お前のだらけ切った毎日を見ているとだ。一体自分の将来はどう考えているのか。そんなことで社会人としてやっていけると思うのか。ほら電気を止められた。こんなパパみたいになってもいいのか。反面教師。つまりのび太なんかこの世にいないことにするんだよ。相手にしないの、口も聞かないの。そうすればしずかちゃんだけがのび太に話しかける。そこから二人が仲良くなってのび太の声もうまくいくだろう。キューピッドやん。変な髪型のくせに。被告人廊下へ。一生立っとれ。さあ出番だ、ユバーバ。おーん、ゲボ。9秒台が続出。俺3秒。保健所とか名乗るやつらはこうじゃ。後始末が楽そうですね。花沢不動産です。ピザ250枚お願いします。何せんねん。ジリリリジリリジリリ。はい、もしもし、どなた？キリンです。どういうこと？ケンサキイカ、アオリイカ、ヤリイカ、最初のポケモンを選んでください。剣先かな。次回の映画に関して事務所から連絡来た。部外者おるで。また派手に頼むよ、バイキンマン。ヘイワイロ。君の派は？あ、仏教です。さよなら、テンさん。チョーズ？クララが勝った。マウントポジション。ゾロかと思ったらサンジだった。うまい。調教2020。カメラ止めて。強くなれる理由を知った。筋トレか。体当たりだけで殿堂入りしたポケモン。もうカビゴンやん。いろいろな色がいろいろあるんですね。やかましは。もちろん俺は勇者だ。私は可愛い女戦士。僕は頭の切れる魔法使い。じゃあ僕は死神。本職やん。もしもこの時間を全部起きて使えたら、僕はその時間を鍛えることになる。死ね。昔話の〇〇太郎と言ったら何が思い浮かびますか。麻生。古い。いや、わしも目を疑ったがね。何度調べても100点なんだ。のび君、将来は教壇に立っとれ。絶対あかん。新規ろうそく立て。ろうそくを持ってきて。海水浴とろうそくと何の関係があるんだ。あれ、どうして雨戸なんか閉めたの。まずは背中から垂らしてくれ。喋るんじゃないよ、このメスだるきが。どら焼きを食べるなんて1週間ぶりだよ。どら焼きなら昨日も食べてたじゃない。いや、テレビ的には1週間ぶりだから。めたい。祖父の仇。やめろ、死ぬぞ。シュッ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 。カメラ止めて。お腹が空いてるんだね。助けに来たからもう大丈夫。さあ僕のフランクフルトをお食べ。アウト。ドラちゃん、犬と猫までは認めますがメガネは捨ててきなさい。あ、そっち。ドラちゃんがちゃんと世話するって言ったから飼ってるのに、世話ができないならのび太は捨てますからね。もう捨てちまえ。これがバタコの分、これがチーズの分、そしてこれが名前は忘れたけど工場長の分だ。ヘイジャム。君の土下座に何の価値があるんだい、ノリスケ君。タイヤをいいペコドラドラ。さあ払おうか。あんなババアになっても風呂見に行きたいんか。廊下でも立つんか。3月のライオン、4月は君の嘘。目のバカ、もう知らない。おお、うまい。のび太、行ってきなさい。ドラえもん、行ってこい。早く行ったろ。自分だってじゃんけんで決めよう。今のままだと不公平だから君も指を全部ちぎれ。怖っ。じゃあ軽く一杯。せこいこと言わねえでガバガバやれ。ほんわかしてきたよ。そうだろそうだろ、もっと飲め。アウデブ。ブレイコー。好きな食べ物は？女の子が捨てたガム。捕まれ。はいはい、ピカピカ。ちゃんとしろ。俺が来るまでよくこらえた。あとは頼む。逃げるな、卑怯者。足止めの鈴木福箱役としては全然大したことないですね。あいつら成長しちゃうんで。
さすがです。幸いこれだけの文明だ。どこかにタイムマシンを直せるところがあるかもしれない。まずはこの世界を探検してみよう。ワンニャンゴッコつけ耳。このつけ耳をつけるとほらお通知が良くなる。わあ、アナルプラグやん。まだまだ現役で動けるじゃないの。跳ね飛ばしたおじいちゃんが歩き出した。バケモンか。私が座ってるのに立ったままなんて図が高いわ。座りなさいハイジ。おいジジイてめえもだ。口悪。手を横に。あら危ない。その手を折ったらぶつかりません。何してんねん。これ本当に一万円札用の撮影なんですか。誰得やねん。ゴウ家の中入れてたまるか。ゴウゴウ。わあ窓から入ったら。たけしただいま。バシーン。なんでテストの成績が今日はひどく悪かったんだ。レケンにもバリエーションがあるのか。やめて、のび太の点数はもうゼロよ。ペチペチペチ。どか。暴力なんて最低よ。ヘイサイコパース。なんだか目の前が明るくなってバラ色に見えてきた。幸せな気持ち。違法だけどね。アウト。ごめんください。全日本プロあやとり協会の者です。はあ、あやとりの天才少年の噂を聞きまして、ぜひうちの協会のプロに入ってください。うちののび太がですか。ザラキ。ドタ。何してんねん。死ぬ。ビッグライトの本当の使い方を知った。くたばれ。奥の手。なんかかわいい。うわー。愛と勇気だけが友達さっと。ゴミやん。女の子が壁の穴にはまってたので、今年もそういう時期かと思いました。俺もハマってみようかな。鬼から奪った宝これだけ。嘘やろ。嘘やな。ブラが見えてますよ。見せておるので。えんろ。カバオがドラえもん見てたって。よし、みんなでフルボッコだ。あいつ死んだな。18分待てばいいんだね。くたばれ。タラオは元気か。死。誰かに見られるわ。本当の父さん。ガチャ。ここがのびくんの家だよ。パターン。あいつ性格悪いな。ナンパをした。番号を聞いた。かけた。海上保安庁だった。助かった。あっとるんかい。ドラえもんの初期設定。両親はのび太にとても甘く、スネはかなり意地悪で、しずかちゃんはしずこで、ジャイアンはホムンクルス。意志なさそうやな。のび太そろそろ起きろよ。ほっといてくれよ。日曜日じゃないか。こうしてうとうとしてるのが最高にいいんだよ。起きろ33番。ホムンクルスやん。出る。白い悪魔。サザイガーティーバック。誰得やねんこいつか。くーす、臭い。最低やん。エロ川コナン探偵さ。真実はいつも一つ。テストでまた0点取っちゃった。手を出しなさい。おー怖っ。ジョボーン。ママになったの。おめでとう。どうもこれまでのことを振り返ってみると、僕は君に対してあまりに不親切というか意地悪だったような気も。ひょっとして僕のことを恨んで嫌なやつだったなんて君が。許してくれ。分かった分かった。ちょっと手洗ってくる。汚れちゃったのかな。あっぶねえ。惜しい。なあ、俺のもんになれよ。ポケドン。なんかエロい。こんにちは。何せんの。びっくりして強く締めたら動かなくなった。完全にいったな。冷静に考えてください。アンパンマン号ってつまりこういうことなんです。キモ。空に憧れて。あいつ死んだな。昨日の夜、行くよ行くよ。サズイマスオさん、私も行っちゃう。って二人でどこに行ったんですか。海の底かな。バイキンマン、扉を開けろ。一人で隕石を止めるなんて無茶だ。アンパンマン、バイバイキン。やっぱいいやつやん。